ピアノ、およびピアノを伴う演奏、伝統ある県の歴史館に寄贈できるということは、私たちにとっても非常に嬉しい喜びでございます。どうか皆様で、ピアノを可愛がっていただき、で長く活用していただけると嬉しいなと思っております。あと3年で50周年という記念の一つの節目も迎えることになっておりますので、この今日いただきましたピアノを有効に活用させていただいて、県民の方々の文化に触れていただく機会を拡充に努めていければなと思っているところでございます。いてくれたかなと思ってね、そればっかり考えてました。でも喜んでると思います。はい、ありがとうございます。いいとこだから死んだ女房も喜ぶだろうということで、お話をさせてもらって